ニュースのお時間です。界隈を盛り上げている西山智則氏なのですが、徐々に父としての目覚め始めているようです。X にて返信ではありますが、ナースケ氏は無理だけど、子供が俺の子なら責任は取ると明言いたしました。ただ、俺のことならって DNA 検査でもするのでしょうか。そこまでしたら少しがっかりです。でも、この流れからノーヘルメットで突撃したのは事実のようです。責任を取るのであれば、YouTube をもっとしっかりやるのでしょうか。それとも、信義さんのところで働くのでしょうか。エスパーと違って、ノブさんに襲撃かけたら、枠の日じゃないと思います。では、ここから、少しアドバイスですが、まずは、酒は抜く。ライブは毎日、そして、ライブじゃなく、動画専用のチャンネルを立ち上げて、しっかりと編集をした動画を週に3本投稿です。しかも、伝説のアウトローの人々との対談やコラボでです。お子さんのためなら、コラボしてくれると思うぞ。これを1年継続してみ、ちゃんと真面目にやれば、1年で生活基盤できると思うぞ。そうしたら、YouTube チャンネルからグッズ販売できるから、グッズを売りつつ、貯めた収益でビジネス展開だ。大関さんに頭を下げれば、外貨交換のビジネスもできるぞ。それなら、育児しながら、どうにかなるよね。あとは、時代の流れに敏感になりながらやればいいよ。ちなみに、アウトロー系のコラボ以外なら、やらせでいいから、闇金と電話、闇バイトに応募してみた、組事務所を、ピンポンダッシュしてみた、これは鬼立つ、事務所ということで、上田さんにご協力いただくとか、再生数取りやすいぞ。あとは、ママ活募集チラシに応募してみたもいいぞ。それらを1年真面目にやれば、マジで、チャンネル規模大きくなるから、頑張れ。責任取るって言葉だけじゃダメだぞ。頼むぞ。